こんにちは、土の子です。今日は10月11日バチ取れるセンターやっていきましょう。さあ取れてない。まずはオーダイル、バリア消し、いやバリア弾きが、バリア弾き育てたのに。さあ次は、枯山水ですねが取れてない。さらに動物の森、未プレイで残ってますね。で一周しました。じゃあまず未プレイのこれからやっていきましょう。さあこれね、ちょうど僕が苦戦した猫の台に全く一緒なので、でゆうやさんがねやり方を教えてくれました。出っ張りを何回も押していくといいよと。ニコバンとかピータンとかロビンの台ですね。行きましょう。じゃあこっちを押していくぜ。ほい、スルッとこのポッチを押す、こっちを押し機械とかすぜ僕は。これでうまくいくかな。おしゃれプレイは練習台の後で。今日の練習キャッチャーはスプラのギアとボーイとガールですね。よし、まずは服を叩いていくか。まあ、ここら辺叩くのが一番良さそうだけど。おいよ、うん、4枚落ちた。そうだな、もうこれガール叩いちゃっていいんじゃない。はい、どうだ、いけ。うわー、1枚しか落ちなかった。ちょっと失敗だね。振りかぶってボーイの頭を叩く。はい。やべえ、むずい。はいよ、いけ。ガールの頭をポーン。いや1枚ずつしか取れないな、難しいなこれ。いけ、ふい。あー、よしよしよし、最後2人落ちてくれましたね。9枚、どうだ、大当たり当たってもいいんだよ。小当たり、あー1プレイ無料。いくぜ、ボタンを押し器とかす、赤いと青いとこをポッと押す。いいぞ、確かに大丈夫そうだね。おしゃれプレイもいっちゃうよ。ボタンを押す。プイーン。おお、やった。早くはコンプできましたね。猫の台でこれをやりたかった。さあ、ニコバもゲットしてコンプできました。さあ、どうしよう。枚数の多い枯山水の方行くか。4手でいけるか、これ。まあ、これ押しながらなんだろうね、きっとね。いけ、押して、滑らして、見えない前が。前が見えない。滑らしでいいんじゃないかな。掴むというよりも切り止めをして滑らしていく。うん、悪くないと思う。残り3枚、ここはこんな感じで押して、あー押せない、マジか。あー、これきついかな。いやでも勝負かけるしかないよね。切り止めを攻めて、いけ、素晴らしい力で。うわー、暴れるな。よっしゃーよっしゃ、スポット最後2つ取れましたね。よかった、ぴったり2台コンプできました。さあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。みんなで大縄跳びチャレンジっす。せーのでジャンプ。ゆうちゃんがいる。この休み時間が終わるまでに連続30回応援してるっすよ。懐かしい、僕はいつも中で引っかかるので縄跳び回す係でしたね。運動会もう終わってる人たち多いのかな。はい、今日はねここら辺で終わろうと思います。今日はね前やった猫ちゃんと同じ台が来て、リベンジみたいな感じでね、一応4手でコンプできたので、よかったかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。